って言ってるのかな。そうですね。シングルの、うん、ハードディスク2テラが入ってるものも LAN ケーブルに入れて、でアプリを入れたらiPhone でも認識できるので、はい、それで iPhone のバックアップをもうそのナスにしてしまえと、はい、でうちに帰ってきて Wi-Fi につながったら全部データをセーブで向こうに移していくと、でこっち消していくみたいな形にしようかなと思っているんですけどね、うん、はい、いいっすね、うちもそうしようかな。どうなんでしょう、いやだ、うちなんかこの8月にね、5S から SE2 に変えたんですよ、はい、おー、うん、抜かされた、はい、便利、もう快適、快適、もう快適だよね、うん、5S だったらちょっとまあ便利かな自分の頭よりは早いかなと思ったけど、もう SE2 に変えたらもう考えるのやめましたね、おお、早いよね、うん、いいっすね、でも僕なんだかんだ言って今この8プラスでちょっとやっぱり文句があるのはバッテリーだけなんで、おバッテリー変えたけどすぐなくなるんですよ、まあ、古い 5S でやってたものだから、うん、遅いとかデータが保存がちょっとね心配だと言ってるか、いろいろレートなすのはね、うん、シンクロス上にしたもんだから、ええ、まあ写真データとかその結果は失うということはなかったんですけど、うん、アプリがどう起きてるんだろう、もうあるよね、うん、ありますね、うん、だからまたインスタとかFacebook は楽なんですけどね、はい、ライン当たりの方がうん、いつも引き継ぎ失敗してる、ね、もう道具とか初期とか、うん、時々思うんですけど、例えば僕今某 au モバイル、はい、UQ モバイル、はい、みたいなものになったんですけど、もうそろそろ SIM2 枚ぐらいくれないかなと思ってて、本体は電話をかける、なおかつ、早いと、うん、で今持ってるこの8をコキにしたいと、うん、だから電話取らなくていいし、もう持ってるだけでテザリングができるやつ、はい、自動テザリング方式みたいになってくれんかな、うん、そういうSIMがあればいいなと思ってるんですけどね、そうすると2台持ち増えるんじゃないかなと、うん、で何がいいかっていうと、メール見ながら電話ができるんですよ、お、僕の2台持ちなんですけどね、はい、うん、5S と SE2 のそうそうそう、時々ね、LINE が来て、どこどこに電話してって言ったら、まあ、落ちたら電話に なるんですけど、中の文章とかデータとか見たい時あるじゃない、読めないんですよね。ね。困る。困るでしょ、はい。その時、もう一台あればいいよね。2画面じゃなくて。出先で電話にかか、携帯に電話かかってきて、うん、じゃあ今からメモしてくださいって、紙もペンもないっつって。そう、メモ帳立ち上げたいんだよ、みたいな、なるじゃないですか。でね、僕これアプローチで電話取ればメモ帳とか開けるなとか思ってアプローチにしたんだけど、はい、電話取るときやっぱり iPhone で取っちゃうんだよね、あ、うん、そうか、 Bluetooth とイヤホン使えばいいのか、でとにかくね、嫁さんの方が先に来たんで、もう悔しくてたまらないんですよ、はいよ、もう LINE、ね、とかメッセンジャーやりながら、誰さんの電話番号を教えていただけたら電話帳立ち上げなきゃいけないじゃん、うん、まあ、そうですね、でも結局のところメモしなきゃいけない、うん、それがね、 LINE じゃなくてもう本当にこっちの普通の通話、うん、で電話番号教えてって言われた時に一番困る、見れない電話帳、うん、あ、ちょっと待ってねって言って、結局メモ帳立ち上げて、なんだか電話帳立ち上げて、あそこやって、でスピーカーにして何々だよって話をしていくんだけど、もう一つだったら楽だよね、今これでスピーカーオンにしてから通話したことないです、あ、そうそう、おお、僕はたまにやってるんで、ただ2台持ちするんだったらもう1台は小さい方がいいよ、ね、まあそうですね、まあとにかくね、古いやつをそうしようかな、ちょっと近いカード紙の大きさの電話が、うん、はい、あったね、あったね、ありましたありました、電話飛びようどうなってるかなって、うんうん、やっぱしいろんな形の中でバージョンアップとかバージョンアップはできないと、はい、うん、その前今まで使ってたやつを、うん、その2代目用として、そうそうそう、で新しい方でデザリングしながら使おうかなと思って、うん、そうそうそう、うん、iPhone の場合はこれ今 14.2 じゃないですか、はい、iOS で、うん、で前の 5S は 12.4 までかな、僕もバージョンがアップできない、前、うん、
あのテザリングしながら使ってたんだけど、はい、あの例えば電源が落ちたりあのスリープしたりさ、あとの立ち上がったらまた繋がんといけなかったわけ。繋がりっぱなしじゃなかったんだよ、昔からね、うん、それがもう毎回毎回繋ぐのが嫌で、うん、もういいかみたいなやったんだけど、うん、なるほど。だから自動で立ち上がってくれるのが一番いいんですけどね。確かに。まあ、最初このところは私、はい、あのテザリングとルーターの違いでしょ、うん、すっげー贅沢のところ、ね、ちょっとルーター欲しくなってるんですよ、うん、それ以上にうちの中での今の話題はカバーをどうするかってあ、うん、そうか、俺ルーター使ってるんだからいいよね、ルーター持ってあるけば。あ、そうだ、問題ない、うん、あ、よかった。あ、うん、大丈夫です、はい、あの僕は最初 5S 持ち歩いた時にはモバイルルーター持ち歩いた、うん、そうそう、モバイルルーターあるんで、テザリングできなかったし、中の方に芯を入れてなかったから、うんうん、なるほど、なるほど。まあそれでちょっと話戻りますけど、うん、新しい iPhone、うん、嫁さんに聞くと滑るんだそうです、うん、なんか材質が、それでカバーがないまま持ち歩くのが怖い、うん、とにかくもうツルツル滑って何度も受験生とか言えないやつだ、ね、言えないやつですよ。ブカッとしたら危ないね、危ないね。だからもうカバーが欲しい、カバーが欲しいって、カバーが届くまでは持ち歩けない、うんうん、そんなに滑るのかっていうぐらいに滑るらしくて、それで前ね、あのリングつけてたじゃないですか、はいはい、あれがもう絶対必要だって言ってね、うんうん、それでリング付きのカバーをチェックしたりして、うんうん、やるところですけど、そう本当に落としたりとかね、感じたら自分には構わないみたいな、ね、うん、新しいスマホだったら、なんとかなかったりとかね。そんなことも、まあ、ね、うん。かえってね、僕今8プラスだから、はい、そろそろなくなってきてるんだよね。あ、カバーが、そうですよね。いろんなものが。ね、だから、そろそろこれ買おうかなって、買い替えようかなと思ったらないとかね。そうそうそう。僕もカバーね、もらったんですよ。うん、でそしたら、ここのカメラの形が違って、おうおうおう、で、ライトニングの形も違って、うん、使えないやつだったんで、そうそうそう、うん、ちょっとあれは辛いよね、うん、ええ、まあ型が違うとね、まあそうだからね、さすがに7プラス未だに使ってるなんていうのもないよなと思う、うん、